小坂祐吉は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。小田氏の家臣。尾張国上城上、吉田上主。別名、前の宗吉、前の祐吉。幼少期は、吉田城で育ち、主元者であった里自然坊から坊術を習った。身長は、約180センチメートルある大男だったと、言われている。 その後、織田信長に家臣として仕える。信長の命令により、母の成果である、吉田城主、小坂氏の後を継ぎ、小坂孫九郎城宗吉と称した。その後、織田信夫の森役を務め、信夫より、優の一児を拝命し、小坂孫九郎城優吉と改名した。工事2年の稲尾の戦いの際には、平城氏の笹白と共に奮戦し、 信長からも高く評価されたと言われている。A65 年、小口四郎攻めの際は、犬山城の反撃に対する守備のため、尾張庭軍前野村で警備につき、A67 年まで前野村に在住したと言われている。その後、砂股城追記に従事して、上城城に戻ったが、a 6十0年の夏頃に軍備を整え伊勢国へと出陣した。 滝川一正を総大将にして、生駒間課長、森正重、森和成、森正吉らと共に、伊勢川地中高に移陣した。吉田城のオ留守居には、前の忠高が任命された。天正18年に、信男が、豊臣秀吉により改役された後は、尾張庭軍、前の村に沉居した。その後、 文禄の役の際にのぶおとともに、非全国名古屋城におもむくが、文禄2年7月14日、42歳で死去。あるいは、慶長6年9月13日に76歳で死去。したとも、弟子に、前の聖助、前の黒部らがいた。ABCD 前の夕吉コートバンク、ハット ABC 新兵、完成重州初夏布六冠 ABCD ただし、その出典は、 武功屋はで、その内容の信憑性には、議論がある。ABC 森氏一族のものと見られる。ありがとうございます。